はい。それでは本日は2級建築施工管理技師の学科試験。平成27年問い65番施工。押し出し成形セメント版について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますので、そちらからもご覧ください。今回の問題の答えは4番となります。外壁の押し出し成形セメント版貼りに関する記述として最も適当なものはどれか。1、パネルは表裏の小口表示を確認し、通りよく立て込む。えこちらの問題は正解です。 まず、こちらの問題に入る前に、今回、この、押し出し成形セメント板、ECP について、まず先にお話ししていきたいと思います。これ、ECP と言われるんですけども、こちらは、エクスキューディットセメントパネル。まあ、押し出されたセメント、板というのが、これで直接できるという流れになります。まあ、こちらなんですけども、まあ、ザクと説明してしまうと、ALC パネルに似たような板のことを言います。まあ、これから、このような押し出し成形セメント板を用いて、 ね、施工する方とか、えー、施工している方に関してはもうちょっと細かく調べてもらった方がいいんですが、今回の問題に関しては、ざくっと、えー、内容を説明してもらうために、このような板,板と、えー、書かせていただいております。で、この板に関してはですね、板の中に、えー、中空を有し、そして異装的なデザインを持つというのが特徴になります。なので、このようにですね、まあ、空洞が中に入っているということですね。そしてこのように押し出されているので、なんかこのような異常的なデザインになっているというのが、この押し出し成形セメント版になります。一番の問題に関しては、 表と裏、どっちが表か裏かというのを確認するんですが、このような小口ですね。まあ切ったところ、えー、断面のことを小口というんですけども、この表面にですね、えー、このように、えー、壁、内がこっちとか、壁、まあこう,いうこういう青色のところの表記、これで確認するということです。まあ実とか色々書いてあるんですけども、まあこのようにですね、この小口の部分にパネルの表裏は、えー、小口のマーキング、まあ表示ですね、により確認することができるので、1番に関してはこれで確認を行うので、正解になります。 それでは2番パネルに軽微な鍵がある場合はパネル製造者が指定する補修剤により補修するえこちらの問題は正解ですこのパネルにですね軽微な鍵が入った場合なんですが、まあ、結果から言うと軽微な鍵がある場合に関してはこのパネルを製造した業者ですねが指定する補修剤によってえちゃんと補修,補修してくださいねという流れになります、まあ、基本的には、まあ、一般的にはですね樹脂モルダル等で補修するというのが、まあ、一般的な補修の仕方になるという流れですね なので、このように掛けがある場合は、ここ、モルタルを盛り上げるように補修していく。これが2番になりますので、2番はこちらのことを言っておりますので、正解になります。それでは3番。縦張り工法のパネル上部の取り付け可能のカッコ・クリップは、回転防止のため、下地鋼材に溶接する。こちらの問題は正解です。この縦張り工法というものはですね、このように縦に、この ALC パネルを貼っていく方法になります。 この上部の、えー、取り付け金物、Z クリップと言われるものがあるんですけども、すみません、ちょっとこれ、えー、下部の部分を書いてしまったので、まあ、上部の方の部分を書いたこれでちょっと説明していきたいと思うんですけども、まあ、今回はですね、このような上部の部分に Z クリップを取り付ける場合の問題になるんですけど、えー、ここにはですね、ざくっとこう縦バージョンを書かせてもらったんですが、まあ、ここにはですね、L 字金物というものがあります。この L 字の金物を逆にして、そしてここの Z クリップと言われる Z の部分、 ちょっと Z っぽくなっているこういうやつですね。まあ、Z クリップを有して、こことここ、この赤の,赤の線で点々点,点点と囲ったところ、ここがですね、溶接する場所になるという流れになります。なのでですね、ちょっとこれを確証させてもらいますと、まあ、あのこの縦割りの上部の取り付け金物の Z クリップ。 この緑の部分の Z クリップはですね、まあ、回転防止のために下地鋼材に溶接して取り付けるこの L 字のものですねこの下地鋼材に溶接して取り付けるというのは今回こちらのことを言っておりますので3番に関しては正解になりますそれでは4番横張り工法の目地幅は縦目地よりも横目地の方を大きくするこちらの問題は不正解です 結論から言うとこちらはですね、縦目地の方を横目地の幅よりも大きくするというのが正解になります。先ほどはですね、このような縦張り工法だったんですが、今回はこのような横張りの工法になります。この横張りと縦張りなんですけども、まあ、目地の幅が2つとも違うということですね。まず縦張り、今回の問題ではない縦張りに関しては、縦の方向が8ミリ、そして横の方向が15ミリ、まあ、倍ぐらいでかくなっていますと。そして今回こっちの横張り工法に関しては、横が8ミリ、そして 縦の方が15ミリとこっちの方が倍ぐらいでかくなっているということです。このようなえー、まえ、あ、alc パネルとか ecp に関してはですね。相関変相関変形に追随するためですね。まあ、相関変異ですね。に追随するためまあ、このように短編方向の方を太くしておかないといけません。なので、地震によるま力地震にうまくこう。対応していくためにまあ、うまくこう。 地震の波に乗って、その力を利用して、しっかりと地震に耐えれるような構造になっているんですが、そもそもこの短辺方向がかなり狭まっていると、まあ、すぐ亀裂が入ってしまうということになります。なので、あえて長辺方向の方を短くして、そして短辺方向の方を大きくする。このパネルの短辺方向と接している部分ですね。これは横張りのコーを書いてあるんですけども、縦張りも同じでですね、この短辺方向の方、なので横もやじの方を15ミ、mm、リ大きくするという流れになります。 なので横目、この横張り工法に関しては、横目地よりも縦目地の方を幅を大きくするというのが正解です。そして、短辺方向に接する目地の方を大きくするというのも、縦張り方向も一緒になりますので、こちらも一緒に覚えていただければと思います。4番に関しては不正解です。以上のことから今回は4番が間違えているので、4番が答えとなります。